さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただけますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、近畿大学行ってみたいと思います。本日の長文ですが、空小重問題6問でございます。文章そのものがあまり長くないので全部いけると思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、第一段落でございます。皆さん、説明の指示をお読みいただいて、まずは空欄7番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さんがヒントにしそうなところにちょっと目印を振ってみましたが、まずはバットが最大のヒントですよね。でこれも別の動画なんかで、ちょくちょくお伝えはさせていただいておりますが、皆さん、バットと言われたら前後反対対比ですよ。で対比は筆者の主張が書かれている可能性が極めて高いので、言い方を変えると、まあ、それがヒントになってきますよと。その可能性が極めて高いですよという話をさせていただいております。で、皆さん、バットの左側、空欄7番ですが、で、皆さん、このあたりですね、まあ、約10年前ですけども、皆さん、10年前は空欄7番だったんですよね。だけどもって言われております。で、もちろんこの下線部引っ張ったところを眺めていただけますと、猫科の動物ですね。の、大量の猫科の動物たちが appears to be here to stay ということで、直訳すると滞在ですよね。つまり存在しているということでございます。ですから皆さん、バットの右側が存在している。ということは皆さん、バットの左側は、もちろん正解は、ウノエクスティンクトですよね。皆さん、絶滅ということです。ですから皆さん、2000年ぐらいまでには絶滅するんじゃないかと予測が立っていたんですが、なんか存在してるね、という話ですね。ですから、ウノエクスティンクトが正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントにしたのは、やはり、対比というポイントと、あとはこれですよね。アグリードという一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ、皆さん、続いて空欄8番、お願いいたします。で、皆さん、ヒントは、空欄8番の左側がエイジアンネーションですね。まあ、アジアの国々。そして皆さん、右がインドとかタイでございますので、この関係性をうまく説明している選択肢を選んでいただけるとよろしいかと思います。ですから正解は、オノインクルーディングですよね。ですから皆さん、アジアの国々とインド、タイ。もちろんインドとタイを含んでいて、アジアの国家が成り立っているわけですから、選択肢のオ、インクルーディングが正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントとしたのはこの点点点のところですが、これですよね。前置詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いて空欄9番お願いします。で、皆さん、ヒントはこの波線振ったところでよろしいかと思いますが、まずはシリアス形容詞ですよね。じゃあ形容詞が空欄9番にかかっていっておりますので、名詞を入れましょうね。そして、深刻ということでございますので、皆さん、マイナスの意味合いを含んだ名詞が入るかと思います。なおかつ皆さん、後ろは to プラス名詞ですからね。これを総合して考えると、一つに絞れそうですね。ですから、正解は、苦の threat、脅威ですよね。ですから、皆さん、脅威と言われたら、マイナスの要素でございますし、もちろん、名詞。なおかつ、to プラス名詞、つなげていただいてもよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントにしたのは、これですよね。faced という一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。で、皆さん、続いて空欄10番、お願いいたします。
デビさん、ヒントは多分右側の aches and pains。 皆さん、この痛みという名詞ですよね。ですから皆さん、名詞にかかっていく、つまり形容詞をまずは選ぶということと、あとは痛みという表現にかけても問題ない形容詞ですね。それを選んでいただけるとよろしいかと思います。ですから正解は、蚊のマスキュラーですよね。皆さん、もちろん筋肉のということでございますので、皆さん、筋肉痛ですよね。バッチリでございます。で、皆さん、もちろんヒントにしたのはこれですよね。前置詞の右側ということでもよろしいでしょうし、もしくは文末ですよね。ということで、情報構造バッチリです。さあ、皆さん、続いて空欄11番でございます。お願いいたします。で、皆さん、後でホワイトボードでちょっと説明する予定なんですが、皆さん、Now を見たときにですね、何を感じるかというところが実はポイントになってるんですね。で、皆さん、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん、今があるということは気づきますかね？そうです。今があるということは、昔はこうでしたが、今はこうですよ、みたいな感じで、昔と今の対比を表すんですね。ですから皆さん、ここにポーチャーズという表現ございますが、今のポーチャーズと、そして昔のポーチャーズ。これを皆さん比べていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、昔のポーチャーズのところにちょっと線を引っ張ってみましたが、わかりやすいのはこの緑の線のところでございます。で、皆さん、見ての通り、虎をハンティッドですよね。狩猟していたわけです。ですから皆さん、昔はこの利益のために狩猟していましたと。ということは、今は、というふうに考えていただけると答えが出せますよね。ですから正解は、いいですよね。皆さん、アレスティング、アレスト、逮捕ということでよろしいかと思います。ですから、昔は許されていた様子ですが、今はダメですよね、という話でよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントにしたのはこの下線部でもいいんですが、やはり最大のヒントは Now ですよね。昔と今の対比ということでよろしいかと思います。で、皆さん、最後12番よろしくお願いいたします。で、皆さん、空欄右側にタイガーボーンズの話がありますが、皆さん、ここも実はすでに書いてあるんですね。で、皆さん、この中国ではタイガーボーンズを使っておりますと。ですが、今はって言っておりますので、その流れで空欄12番いけそうですね。ですから正解は、あのオルタナティブスですよね。代替品ということでよろしいかと思います。ですから、Now の左側ではタイガーボーンズ。で、皆さん、Now を挟めばタイガーボーンズの代替品でございますので、違うものを使ってるんですよね。ですから、対比というところでやはり Now が最大のヒントですね。サムさん、お疲れ様でございました。さあ、近畿大学の皆さん、空所補充問題をやってみましたが、皆さん、正解のヒントの一つとしてですね、対比、つまり反対とか逆を示す語句ですね。これがまずヒントになって正解が導けるという問題が少なからずあったかと思います。で、皆さん、もちろん初めて、という方も実際いらっしゃるかと思いますが、皆さん、対比で有名なのはですね、やっぱりバットかと思います。前後は反対ですよね。ですから、対比を普段意識されてない方でも、バットはひょっとしたら皆さん耳にしたことあるんじゃないかって感じがいたします。前後は反対ですから、その関係性がちゃんと分かってるかどうか、試す問題が非常に多いんですね。で、ただ皆さん、Now となってくるとですね、普段あまり見かけない、あるいは意識されてない方が多いんじゃないかなという感じがしますので、まあ、ある意味チャンスかなという感じがいたします。ですから、皆さん、せっかく皆さんこうやって動画ご覧になっていただいておりますので、皆さん、Now を見たら、今、と訳して、はい終わりではもったいないので、今があれば当然過去があるはずです。
つまり、昔はうにゃうにゃでしたが、今はこうです、みたいな感じですね。もしくは、今はうにゃうにゃですが、将来、未来はこうしたいです、みたいな感じですね。ですので、今と過去、そして今と未来ですね。それを皆さん必ず反対の内容になってきて、それがヒントとなって解ける問題、かなり多いかと思います。で、もちろんこのヤナッチとスタディの動画でもですね、それを逐一お伝えしてですね、注意を促していきたいと思いますので、よろしくお願いします。